見せるね。全然覚えてたよりハードだ。ハードです。先生は仙台から来てくれているんですね。はい、はい、そうなんですよ。もう後藤ね、はい、すいません何も分かってなかった。はい、ああそうなんです。そうママに今教えてもらったので。はい、そうでしたか。震災から沿岸部を笑顔にしてくれているチアだったんですね。そうなんです。嬉しい話だった。はい、うん、登米の子たち私大好きになったので。私大好きなんですよ。本当ね、登米はいいぞ。本当に。本当に。小山さんたちもね、うん、みんな優しいですし、協力的ですし、子供たちがね、うん、すんごくあの素直。はいはい、いやいや、やっぱりあの私都会にいるんで、うん、そっちの子供たちとも接するんですけど、はいはい、やっぱりまたちょっと違うんですよね。いいね、田舎の子と、うん、やっぱりちょっとね、都会にね、はい、馴染んでる子供での、うん、やっぱりね、あるんですよ。はい、そう、だからね、大好きなんですよ。遠いんですけど、やっぱ来れてるのはこの登米の子供たちの素直さに私はもう、はい、はいはい、もうね、そこがね、登米の持ち味です。私も大好きです。大好きです、本当ですよね。はい、みんな応援します。はい、ね、よろしくお願いします。はい、みんなね、先生がこうやってわざわざ沿岸部とか登米に教室開いてくれたんだっていう話、これね、ちゃんと先生が時間取れるときにお話もちゃんと聞きたいと思います。はい、はい、ぜひお願いします。はい、今日はもう練習も仕上げだ。はい、も手に持ってきた。はい、持ってきました。おっしゃ、じゃあ最後踊りますね。はい、じゃあ行きましょうか。さあ、ここから今日の練習の仕上げに入っていくよ。これだね、やっぱ手に持つとかっこいいね。Thank you.
かっこよかったよ。すごい。みんな今日振り付け教えてすぐにこうやって全体で合わせられるんだね。すごいよ。1時間ビチューってやって、はい、終わっていきます。皆さんこれね、あと1週間練習をしたらば29日に本番のフェスティバルで踊るというところまで仕上がっていくドキュメンタリーです。ぜひね、皆さん見守って応援してください。みんなの応援がね、元気のもとです。よろしくお願いします。